サイズ感はやっぱこのぐらいの峠だともう最強ですよね。パワーを持て余してる感じもなくて、ある程度こうアクセルも踏んでいけるし、あのしっかりとしたブレーキとですね、あの曲がってくれるっていう安心感ですかね。こんにちは、株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日はポルシェボクスター718スパイダーのご紹介をしていきたいと思います。はい、ポルシェのですね、ボクスタースパイダーと718型のですね、車のご紹介ということになります。こちらの車はですね、昨年登録の車で、ほぼですね公道は走っていないということで、走行距離もですね180キロとか、まあ、200キロ行ってないような感じの車になってまして、色がですねクレヨンという色合いで、まあ、先日 GTS のですね、ポルシェのマカンのご紹介をさせていただいたと思うんですけど、同じカラーリングということになります。まあ、オプションカラーということになるんですけど、まあ、ご存知の通りですね、このあのボクスタースパイダーっていうのはいわゆるこのクーペ版でいうとですね、ケイマンの GT4 とか、まあ、そういったものと、共通するところのオープンカーのものになってまして、より軽量化されてですね、まあこうスポーツカーとしての、まあ、極限までですねこう無駄を省いて、スポーティーに走るというですね、まあ、真のこのポルシェのスポーツカーとしてのですね魅力っていうのを余すことなく感じさせていただけるというモデルになっております。またこの718になってからですね、あの、もともとボクスターというのがですね、もう当然自然吸気のエンジンだったものが今ダウンサイジングターボというふうに、まあ、全ての車に対して、まあ、そのような感じになってきているのが、自然吸気エンジンの NA のですねエンジンが復活をして、直列6気筒の自然吸気エンジンとしてですね、この車が発売されたというのも非常に話題になったというところになるんじゃないかなと思います。実際このサイズ感でですね4リッターの自然吸気エンジンで400馬力を発生するという車にもなってますので、見るからにですねあのドライブが楽しいと思えるような車ではないかなというふうに思います。車のですね状態としてはもうほぼ新車の状態と言っても過言ではない感じになってますので、まあ、この辺に傷がありますとかですね、まあ、そういった説明をする必要が全くないというような状態になっております。まさに、新車のディーラーに並んでいるような状態でそのままというような感じの車になっております。まあ、こういった仕様がですね、いいなというふうに思われる方で、まあ、すぐにですね即納できるっていうのが、まあ、この車の魅力ではないかなというふうに思います。色もですねやっぱこのクレヨンカラーっていうのはあの、まあ、GT3RS とかでこういう車このカラーリングを選ばれる方も結構いらっしゃるんですけど、まあ、すごくですね味があって、かっこいいなと存在感があるなというようなですね車じゃないかなというふうに思いますね。まあ、白でもなくシルバーでもなくっていう感じで、この絵の具のようなですねペタッとした感じっていうのが街中にですね走ってるとよりこう際立ってくるんですよね。まあ、そういった魅力のある車ではないかなというふうに思いますね。で、まあ、横からこう見ていきたいと思うんですけど、こういったバンパーの形状とかですね前のこういったダクトの部分っていうのがおそらく、このボクスターのスパイダーっていうのと一般のボクスターでは違うところではないかなというふうに思いますね。で、横見ていきたいと思います。黒のですねホイールをチョイスしてて、赤のキャリパーということになってますね。もともとこの赤のキャリパーっていうのがよりスポーツカーとして一般化したのって最初ポルシェだったんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、それが各メーカーとかいろんなところがこういったその赤キャリパーっていうのを使うようになってきてるんですけど、非常にですねこのクレヨンっていう色自体は落ち着いた感じの色合いなんですけど、まずここが赤で差し色になってて、あと上のホロもですね赤になってて、内装も黒赤 のコンビになってるんですけど、あの差し色になってるのがですねすごくいいなという感じですよね。特にこっちは真っ赤なんですけど、こっちはボルドーのような赤なんですよね。まあ、そこはあの色合い的にですねこの色に真っ赤の内装っていうのをちょっと
違和感があるというところがあるんですけど、これをですねボルドーにしていることによってより落ち着いた感じのイメージになっているんじゃないかなと思います。で横見ていきたいと思いますね。この辺がですねボクスタースパイダーのなんじゃこりゃっていう感じのところですよね。横から見た時に、ボクスターっていうと後ろが、トランクになってて、この上のホロ自体がですねこういった形状ではちょっとない感じになってるんですけど、これ半手動な感じになってるんですよね。で何がどう違うかっていうところなんですけど、もちろん形状が違うっていうところと、このホロ自体がですね軽量化のに1億こう買ってるというか、この厚み自体がですね薄くなってるんですよね。だからミリ単位で、このより軽くっていうですねスポーツカーとしての醍醐味みたいなものをですね一つ一つやってるという感じですよね。当然ここ開けていくとですね、ここなんかも見ていただくと、これも GT3RS とかですね GT4 のケイマンもそうなんですけど、もうこの辺りのですねもう取っ手自体もこれも軽量化の一部になっているということになってますので、非常にですねその辺りもこう本格的なスポーツカーというふうなことが言えるかなと思いますね。で後ろ見ていきたいと思いますね。かっこいいですね。この辺りの後ろのですねウィングなんかもちょっと形状としてもですねダックテールみたいな感じになってるんですけど、後ろがですねポルシェの911カデラとかだとピラーが立ってて後ろの方にぐーっと下がってくるっていうポルシェの美しさってあるんですけど、ボクスタースパイダーっていうのはですねこの後ろのこの部分っていうのの形状っていうのが独特なんですよね。これは先代のボクスタースパイダーも共通するところだと思うんですけど、おそらくこの形状っていうのは非常に当たったという感じですよね。後ろから見てもなんかこうサイズ感だとか、ボクスターというのは当然911よりも少し小さいというところになると思うんですけど、そういったライトウェイトっていう感じのところと存在感っていうのがですねもうこう相反する感じになってて、そのあたりもですね非常に、かっこいいなという感じですよね。で後ろのこのディフューザーがまたすごいですよね。カーボンではないんですけど、デュアルのですね、マフラーになってて、ボクスターって真ん中にこうセンター出しになってるというのが普通のボクスターだったりすると思うんですけど、これデュアルになってるということになってますね。すごくこう迫力のあるリアビューということになるかなと思いますね。で運転席側を見ていきたいと思います。ガリ傷なんかも当然ないですし、タイヤの目もですね、ほぼバリ山ということで全く使ってない状態ということですよね。いやこうやってですね見ると本当に車のですね全体的なバランスと、ポルシェを楽しむっていう時にですね必ずしも911である必要がないなというのをですねこの車を見るとすごく思います。あとは今の911で特にその彼らのですねターボ S とか、そういった車って911 のベースグレードの彼らと比較してもですね、後ろのその何て言うんでしょうねこうオーバーフェンダーの部分とかっていうのがちょっとこうオーバーフェンダーになってて、あこれターボなんだなとかいうのがちょっと分かるぐらいなんですけど、結構地味なんですよね。ただこの車の場合横からこうやって見ていただくと分かるんですけど、スペシャリティモデルっていうのが誰が見ても分かるというところもありますし、それと比較してですね車の見た目だけじゃなくて、性能的な部分とかですね真のスポーツカーに乗ってるという部分においてもいろんなですねこのポルシェファンっていうオーナーさんのこう満足度っていうのを高めてくれるという要素が満載というような車じゃないかなと思います。はい、トランクルームをですね見ていきたいと思います。これ新車で購入してそのままガレージに持って帰ってそのままっていう感じじゃないかなと思うんですけど、付属品がですねこういうポルシェの
紙袋があって、これ多分上にカバーがついてたんでしょうね。でこの下の方はボディカバーがあるんですけど、このボディカバーもですね、これ1回も開けてないような状態のボディカバーということですね。あとは、レーダーとかですね、こういったものが一応新品で付けてあって、まあ、そのまま空き箱が置いてあるということですよね。でこの、前のトランクはですね、かなりやっぱり広く作られてまして、まあ、これはその普通のボックスだとか911と共通するところなんですけど、実用性においてですね、満足していただける感じではないかなと思いますね。はい、オープンはですね、もう半手動という感じになるんですけど、こういった形でですね、まず固定しているところをボタンを押して外していただいてですね、ここについてるんですけど、まあ、それをこちらの方に入れて、で、ルーフ自体をですね、このように開けて、で中にですね、このような感じで収納をするということですね。で後ろの部分がですね、まあ、一応こっちにも、まあ、そこそこの広めのトランクがあるということで、前後ろにですね、あるという感じになりますね。で最終的にここで閉めていただいて、まあ、最終的にはこれでグッとですね締めて、これでフルオープンの状態になるということですね。だからオープンにするのも、まあ、このモデルになると全自動ではないんで、まあ、1人で一応できる感じではあるんですけど、少しですね、手間がかかるかなというような感じですね。はい、内装ですね、見ていきたいと思います。シートはですね、こういうその革シートとアルカンターラのこうコンビシートになってて、一応そのフルバケットシートのような感じになってますね。ただ一応そのバケットでもこう完璧ないわゆるそのレーシング仕様のものではなくて、まあ、日常での仕様っていうのをある程度想定されたような感じの作りをしているという感じですよね。ちょっと乗ってみたいと思います。いい感じですね。乗った感じだと、このハンドルがですね、このアルカンターラの感じのハンドルになってて、前のですね、このダッシュボードは全部オールレザーということになってます。もちろん、スポーツクロノもついてますし、あと、まあ、これは PDK ではなくてマニュアルトランスミッションなんで、このスポーツシフトという感じにはならない、スポーツハンドルというわけじゃないんですけれども、パドルシフトはないんですけど、まあ、スポーツステアリングのような感じのステアリングがついています。それと少しですね、このミッション自体もですね、こう短くて太めのやつがついている感じですね。シフト自体はですね、すごくカチッカチッと決まるような感じになっています。あとはスポーツエグゾーストがついてて、あとこのルーフのですね、ルーフトップのオープンとクローズというのがそれぞれついているということですね。ちょっとエンジンかけてみたいと思います。ああ、いい感じですね。まあ、この最初のですね、エンジンの吹き上がりとかっていうのはこうすごくこう官能的な感じの音がしますね。それとスポーツエグゾーストをオンにするとのぶとい感じのですね、音に変わってきますよね。すごくいい感じです。でシートヒーターもですね、左右ともついているということで、ナビゲーションもですね、このフィルムもすらも剥がしてないという状態になってますけど、まあ、実用性のある、ナビゲーションというのがちょっとついているということですね。で乗った感じはですね、GT3RS のような、まあ、こう乗ってこういかにもっていう感じではなくて、日常にも普通に乗れそうな感じの予感がする作りではないかなというふうに思いますね。で、これももう結構長いですよね。もうこの数年来はこういったカップホルダーなんかが
ポルシェの純正ということになってますね。はい、それではですね、走らせていきたいと思います。やっぱ軽快ですね。パワーそのものも一応400馬力ぐらいの馬力があって、もちろんこれ軽量化されたモデルにもなりますから、すごくやっぱり軽いんですよね。だからこういったライトウェイトスポーツで、かつ、まあ、待望の直六の NA 復活したですね、このモデルということで、ポルシェらしい走りっていうのはですね、まあ、最新型の感じで楽しむことができるっていうことですよね。足回りとかがめちゃくちゃしっかりしてますね。もうこういったコーナーとかもめちゃくちゃ運転しやすいですね。グリッピングみたいなものを自動的にやってくれるようなものがついてるんであれなんですけど、まあ、回転数とかをですね、シフトダウンの時にもちろんヒール&トゥーなんかをしながら合わせていくっていう感じなんですけど、まあ、それがこう失敗に終わっても問題なくコーナーを駆け抜けていってくれるっていう感じにもなるんで、まあ、マニュアルを楽しみつつも、まあ、幅広い層の人に楽しんでいただける本格的なですね、スポーツドライビングっていうのを楽しんでもらえるような感じになってるっていうところですよね。これは楽しいですね。今エグゾーストをですねオンにして、ちょっとペースを上げてですね走ってみたいと思います。爽快ですね。サイズ感はやっぱこのぐらいの峠だともう最強ですよね。パワーを持て余してる感じもなくて、ある程度こうアクセルも踏んでいけるし、しっかりとしたブレーキとですね、曲がってくれるっていう安心感ですかね。もうね、ボクスターも元々はね、そのポルシェの入門編的な感じで当初はね位置づけられたと思うんですけども、高級車になってしまいましたけど、まあ、その中のですね、まあ、最高峰というのはこの718のスパイダーということになると思うんですけど、これぐらいにやっぱりパワーもあるんで、あれですね、こう福岡、まあ、熊本になるんですけど、阿蘇とかですね、ああいうところをこう疾走してみたいっていう気持ちにさせられますね。いや、面白いです。はい、いかがだったでしょうか。ポルシェのですね、718スパイダーのご紹介をさせていただきました。この車はですね、やっぱりこう718スパイダー、まあ、いわゆるボクスタースパイダーと言われているこのカテゴリーっていうのは、まあ、そんなに歴史があるわけではないんですけど、カレラ GT を彷彿させるようなですね、まあ、スペシャリティ感っていうのを持ってて、かつですね、非常に気楽に乗れるというか、ある程度、まあ、そういった用途自体をですね、この幅広い層の方に、まあ、堪能していただけるような感じの車ということがあるのと、あとはですね、まあ、どうしてもこういった高額な車を買われるときっていうのは、リセールっていうのを
考えられる方が結構多いんじゃないかなというふうに思うんですけど、イニシャルコストも非常に大事なところなんですけど、ただ数年後にもし手放したときにどうなのかということをやっぱり考えられるときにですね、同じポルシェの中でもこのスパイダーというモデルを選択されるっていうのは非常に賢い選択ということが言えるかなというふうに思っております。またこのスペシャルカラーのですね、このクレヨンっていうのは結構ね、次のこう購買層というか、これ見た時に一目惚れしてしまうような感じの色なんですよね。これがその動画の中でお伝えすることができているかどうかっていうところもあるんですけど、実際見るとですね、普通の車じゃないなっていうのがもう色合いからも伝わってくるというところがですね、ひしひしと感じられる感じのオーラというのを持っているようなところもありますので、そういったものが非常にこの車の魅力としてあると。あとはもちろんこの車自体はほぼ新車の状態というのも非常に大きな魅力ではないかなというふうに思っておりまして、即納できるという車にもなるので、まずはですね、そういった魅力を感じていただける方にですね、お問い合わせをいただければというふうに思っております。それでは皆様からのお問い合わせをお待ちしております。